皆さんこんにちは、森井奈緒です。今日は楽譜の書き換えの練習、胃腸の練習を皆さんと一緒にしていきたいと思います。私も過去の動画で言い間違えたことがあるんですけど、転調ってあるじゃないですか。じゃあ、あの転調と胃腸ってどう違うのかっていう話なんですけれども、転調は曲の途中で調が変わることなんですよ。例えばミーシャさんのエブリシングの最後のところ、パッ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 パンタタ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 パッ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 パン Your everything って最初のとこより半音上がるとこあるじゃないですか。あれは転調です。よくね、 J-POP とかでありますよね。あと、もうちょっとこれ例えが古すぎてわからないかもしれないんですけれども、私の親の世代のアニメでキャンディーキャンディーっていうアニメがあるんですけれども、この曲の主題歌は蝶々から短調に転調します。最初ね、そばかしなんて気にしないわって蝶々でね、楽しげに始まるんですけど、途中から一人ぼっちでいるとちょっぴり寂しいって短調で悲しげな感じになるんですよ。で、この蝶々から短調になるっていうのも転調なんですね。そして今日やる胃腸の話なんですけれども、胃腸っていうのはその曲ごと腸を変えてしまうことを胃腸と言います。そしてトランペッターにとってはこれものすごく大事で、トランペットという楽器をやる上ではこの胃腸はもう避けては通れないところなんですね。そして皆さんご存知の通り、トランペットのドレミファソラシドってピアノと違うじゃないですか。ピアノで言うドの音は、トランペットで言うとシのフラットの音なんですよ。あのドイツ語で言うとベーって言いますよね。だからベーカンっていう風に呼んでいるんですけれども、これを理解して例えばピアノと合わせる時っていうのは、だいたいトランペットが一音上げるっていうことをしないといけないんですね。なので胃腸の技術っていうのはとても重要になってくるんですね。今回はその胃腸をマスターするために、私が作った簡単なメロディーがあるので、それを使っていろんな調に書き換えて演奏してみるっていう練習をしていただこうと思っているんですけれども、そのメロディーについては私の LINE の公式アカウントに載せておきますので、そちらの方から楽譜をダウンロードしてください。ではまず私が作ったメロディーをお聴きください。どうぞ。楽譜を見ると空白たくさんありますよね。そこは皆さんに自分で考えていただいてやってもらいたいんですよ。で、答えについては来週の土曜日2月8日にちゃんと解説も含めて配信しますので、皆さんぜひね、自分で頑張ってみてください。最後に皆さんが書き換えをする上でこれ重要だなって思うことがあるのでお伝えしたいんですけれども、皆さんシャープとかフラットってどの順番でつくかわかりますか？結構ね、数が増えてくると難しいんじゃないかなと思うので、簡単に覚えられる方法を皆さんにお伝えしたいと思います。まずフラットなんですけれども、シミラレソドファ、もう一回言いますね。シミラレソドファの順番でつきます。そしてシャープなんですけれども、これの反対なんですよ。ファドソレラミシ、ファドソレラミシの順番でつきます。この順番を覚えてるだけでも書き換えかなりしやすくなると思うので、皆さんぜひ活用してみてください。あと実際にいくつかの調で吹いてみた映像があるので、そちらの方も参考にしてみてください。指とかね、見えると思うのでね、ヒントになるかと思います。でしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
2月8日に答えは発表しますが、皆さんちゃんと宿題自分でやってくださいね。お願いしますよ。ということで、また次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。バイバーイ。